どうもこんにちは、しょうゆです。カラオケ好きですか？私は大好きです。すごく仲いい子と一緒に行くときとか、一人カラオケするときは何も気にせずに好きなハロプロの曲を歌いまくるんですけど、初めて一緒にカラオケ行く人とか、飲み会終わりにノリでみんなでカラオケ行くぞっていうときに悩んじゃうのが選曲ですよね。今回はハロプロをあまり知らない人も一緒に楽しめるだろうハロプロ曲を4つのテーマに分けて紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていてください。まずはこちらのテーマから。はい、ハロオタじゃなくても知ってるだろう有名曲。黄金期って呼ばれる時期にめちゃくちゃ流行って一般に広く知れ渡ってるハロプロ曲といえばを選んでみました。それがこちら。1曲目がモーニング娘。のラブマシーン、超有名ですよね。1999年9月9日に発売された7枚目のシングルで、カラオケで曲選ぶときに私が重要視してるのが本人映像があるかないかなんですけど、知らない曲でもミュージックビデオとかが流れるとこんな人たちが歌ってるんやとか、純粋にミュージックビデオ見て楽しんでもらえるんで選曲のポイントにしてます。そしてこちらのラブマシーン、ダムにもジョイサウンドにも本人映像ありました。次2曲目がモーニング娘。の恋愛レボリューション21。2000年12月13日に発売された11枚目のシングル。こちらも本人映像、ダムもジョイサウンドもありました。この2曲はさすがですね。なんかの飲み会でカラオケ行った時に20歳くらい年上の男の人もいたんですけど、あんまよく知らんけど昔モーニング娘。のライブ行ってすっごい楽しかったって話してはって、この恋愛レボリューション21歌ったら一緒に踊って盛り上げてくれてめっちゃ楽しかったです。未だになんであの飲み会に私がいたのか謎なんですけど。次3曲目がプッチモニのちょこっとラブ。1999年11月25日に発売された1枚目のシングル。本人映像はダムもジョイサウンドもありました。私はベイビー恋にノックアウトの方をよく歌います。ジュースジュースがカバーしてたんでね。中学の友達と久しぶりに会ってカラオケ行った時にこのベイビー恋にノックアウトを歌ったら、このチョコトラブで返してもらいました。相手が歌ったアーティストで知ってる曲があったら歌いたくなる現象ありますよね。でその友達はハロオタじゃなくて知ってる曲を入れた、そのことです。で4曲目が松浦彩さんの桃色片思い。2002年2月6日に発売された5枚目のシングル。会社の人たちとカラオケ行って曲選びで彩のページを見てた時に、桃色片思い歌うのみたいな感じで聞かれたことがあったんで、彩といえばもうこの曲っていうイメージがあるみたいですね。ちなみにその時私はラブ涙色を歌いました。5曲目は同じく松浦彩さんのイエイめっちゃホリデー。2002年5月29日に発売された6枚目のシングル。これも定番のあやや曲ですね。うちの桃色片思いとイエイめっちゃホリデーはどちらもダムジョイサウンドともに本人映像ありです。ちなみにラブ涙色も入ってます。最後6曲目がボーノの初恋サイダー。この上の5曲に比べたら知名度的にはどうなんだろうというところなんですけど、いろんなアイドルさんにカバーされてることもあって、アイドル好きの人やったら知ってるんじゃないかなって思う曲です。私もよく歌います。本人映像は残念ながらダムにはありませんでした。でもジョイサウンドにはあります。以上6曲の紹介でした。次のテーマはこちら。ドンピシャ世代に楽しんでもらえるカバー曲。カバー曲ならその曲の世代が合えばハロプロ知らない方でも知ってるはずということで探してみました。割といっぱいあって、その中でも歌うならこれかなって感じで選んでます。それがこちら。はい、1個目が WU の恋のバカンス。2004年5月19日に発売された1枚目のシングル。原曲は1963年4月に発表されたザ・ピーナッツの楽曲で、59年前の曲でおじいちゃんおばあちゃん世代になるんですけど、有名なんで、この曲歌うのっていう
意外性も狙っていけるんじゃないかなと思います。本人映像はダムにはありました。良いサウンドにはありませんでした。で、2曲目と3曲目が同じモーニング娘。でペッパー警部とどうにも止まらない。2008年11月25日に発売されたカバー You っていうカバーアルバムの中の2曲です。うちの上のペッパー警部は2008年9月24日に発売された37枚目のシングルでもあります。で、原曲は1976年8月25日に発売されたピンクレディのデビューシングル。どうにも止まらないの方は1972年6月5日に発売された山本リンダさんの楽曲です。どうにも止まらないの方は別の方のカバーで知ってて一時期よく歌ってました。2曲とも本人映像はダムもジョイサウンドにもなかったんですけど、どちらの曲もダムの方には原曲の本人映像があったんでそっち歌うのもありですね。で、4曲目カントリーガールズの涙のリクエスト。2006年9月28日に発売された4枚目のシングル。原曲は1984年1月21日に発売されたチェッカーズのシングルです。会社にもチェッカーズ好きな人がいて、涙のリクエスト知ってますよって言ったら、チェッカーズの良さをものすごい熱量で語ってもらった思い出があります。本人映像はダムにもジョイサウンドにもなくて、原曲の方はどちらも本人映像がありました。しかもジョイサウンドやったらライブ映像が見れるみたいです。5曲目と6曲目は同じくジュースジュースですね。ジュースジュースのダウンタウンとプラスティックラブ。ダウンタウンは2021年4月28日に発売された14枚目のシングルで、原曲は1975年4月25日に発売されたシュガーベイブのシングルです。そしてプラスティックラブは2021年12月22日に発売された15枚目のシングル。原曲は1984年4月25日に発売された、え、同じ日付なの。この2曲原曲は同じ日付で発売されてました。4月25日こうやって偶然なんですかね。で、どこで喋ったっけな。竹内まりやさんの6枚目のアルバムに収録されている楽曲。それでその後シングルカットもされてるみたいです。で、シティポップっていう音楽ジャンルはジュースジュースのカバーで初めましてだったんですけど、おしゃれでいいなって思いました。本人映像はどちらもダムにはなくてジョイサウンドにありました。ジョイサウンド素敵すぎますね。以上6曲の紹介でした。次のテーマはこちら。私たちはこれで育ちました。懐かしのアニソン。小さい頃に見てたアニメの曲やったらイントロだけで懐かしい気持ちになるよねってことで何曲か集めてみました。それがこちら。1曲目月島キラリスタイリングくすみこはるで恋かな。2006年4月から放送開始されたキラリンレボリューションの初代オープニングテーマで、2006年7月12日に発売された1枚目のシングルです。正直この曲を入れたくてアニソンをテーマにしたくらいです。本人映像はダムにもジョイサウンドにもありました。ありがとうございます。同じキラレボの曲でもパラライカはちょっと歌いにくいかなって思います。すごく人気なんですけどね、ある意味。で、2曲目がボーノの心の卵。2007年10月から放送開始された守護キャラのオープニングテーマで、2007年10月31日に発売された1枚目のシングルのカップリング曲です。守護キャラはアニメ見てなかったんですけど、友達が好きでいっぱい話を聞いてたんでよく覚えてます。で、3曲目ベリーズ工房のマジボンバー。2008年10月から放送開始された稲妻イレブンのエンディングテーマで、2010年7月14日に発売された23枚目のシングルです。いないれも見てなかったんですけど、これも年下の友達が好きで、ハロプロは知らんけどベリーズ工房、ハロプロは知らんけどベリーズ工房だけはわかるって子がいました。ダムにはライブ映像とテレビサイズのアニメ映像があって、
ジョイサウンドにはアニメ映像がありました。4曲目と5曲目はどっちもアンジュルムで、魔法使いサリーと魔女っ子メグちゃん、どっちもカバー曲ではあるんですけどアニソンに分類してみました。魔法使いサリーの方は1966年から放送開始された魔法使いサリーのオープニングテーマで、2015年7月22日に発売されたアンジュルムとしての2枚目のシングルです。そして魔女っ子メグちゃんの方は1974年から放送開始された魔女っ子メグちゃんのオープニングテーマで、2017年6月21日に発売されたアンジュルムとしての6枚目のシングルです。この2曲はダムにもジョイサウンドにも本人映像はありませんでした。以上5曲の紹介でした。最後のテーマはこちら、結局は好きな曲せっかくカラオケに来たんやから好きな曲を歌わせろよということで、私がリアルにカラオケでよく歌うハロプロ曲をざっと紹介します。選曲のポイントとしては、盛り上がる曲を選ぶで、やっぱり本人映像ですね。それがこちら、はい、まずジュースジュース、ロマンスの途中、ポップミュージック、好きって言ってよ、一人で生きられそうって、それってね褒めているの。ジュースジュースの中から4曲すべてジョイサウンドのみ本人映像がありました。実はダムには1曲も本人映像がないんですよ、ジュースジュースって。ちょっと寂しいなって思います。で、盛り上がる曲とは言ったんですけど、こっちの好きって言ってよと人それ、これは完全に同世代の女性に向けて歌います。人それやろってちょっと沼らせたいなと思っていつも歌います。はい、これだけではありません。こちら、はい、5曲目、アンジュルムの大器晩成、これは女友達と男友達の2人にいいねって言われましたで、同じアンジュルムのマナーモード、この2曲本人映像はダムにはなくてジョイサウンドにはありました。7曲目、モーニング娘。16、歌方サタデーナイト、でキュートのダンスデパコーン、ダンスデパコーンはあのダンス込みですね歌詞的に会社の先輩とか上司の前ではちょっと歌いにくいのかな。で9曲目、松浦彩さんのグッバイ夏男、この7、7、8、9、これは本人映像ダムもジョイサウンドもありました。最後10曲目、藤本美貴さんのロマンティック浮かれモード、これは本人映像ダムにはなくてジョイサウンドにありました。以上10曲の紹介でした。はい、ということで、清田とカラオケ行ったらとりあえずこの曲歌っとけ、今回はたっぷり27曲紹介しました。ハロプロの本人映像はダムよりジョイサウンドの方が多いんで、機種が選べるならジョイサウンドを選んでしまいがちですね。でしかもジョイサウンドの方はお茶の間の曲が入ってました嬉しい。恋のクラウチングスターとお祭りデビューだぜ、デート前夜競争曲、ラーメン大好き小泉さんの歌、この4曲本人映像ではなかったんですけど、これは歌いに行かなければですねそれでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。